残王決定戦決勝の第5回戦がこれから始まります。実況は残リーグ代表の高田正宏です。解説は残関東 A1 リーグ加藤さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、というわけで現在のポイント状況をおさらいしたいんですけども、今 Y 山さんがマイナス21枚、でオカムさんがプラス35枚、ホウコさんがプラス48枚ということで、まあ上位2名は13枚差なんで、まあこれはあのワントップで、ワントップで変わりますね、はい、着順で。で Y 山さんはもう残り2連勝ですかね。そうですね、はい、あのなんで、状況としてはあの2人、あのオカムさんと、Y 山さん的にはあのホウコさんにこの半チャンでトップだけは取られたらまずいっていう状況ですね。逆に Y 山さんは必ず自分がトップを取りたいと、はい、はい、いう状況だと思います。はい、では選手の皆様準備がよろしければ対局の方を始めてください。株式会社 D4C では麻雀好きな美容師を応援します。また老人ホームへの訪問美容師も募集しております。残リーグへの参加負担およびリーグ戦のための休日も取れます。詳細な条件はリジョブを検索してみてください。ご応募はツイッターまでよろしくお願いいたします。あ、始まりましたね。はいはい、それでは、一礼して対局始まりました。トンの一局ドラがイーピン、ドラはホウコさんじゃないですね、チーチャーはホウコさんですね、はいはい、さあドラが2枚ありますね。早速オカムー選手スーソーアンコで一メンツ完成しています。おっとワイヤマ選手、いやなんだこれ、めっちゃいいめっちゃいい、えなんかロソロソ以外ピンズと地雷しかない。すごい良かったですね今。なんかいや相当いいですよ、はい、照射輪も見えるしメンツ手の本一も見えるっていう。あ、すごい、これさすがにロソ切って、そうです、ね、本一まっしぐら、はい、ただしなんちゃオカムも両面ペンちゃんいいシャンテン、はいはいはい、さあ初どうだ、これはスルーしました。スルーした、もう1枚目はスルーってことですね、はい、面前で仕上がると。はい、でももうこれも普段だったら多分ポンしそうなんですけど、そうですね、もう条件がね大振りしないといけないですもんね、はい、もうなんか満貫とかそのぐらいじゃ終わらせられないと、はい、はい、2枚目はポンですかね。そうですね、一曲一曲をあの高打点で消化していかないとというところあると思います。はい、さあオカムさんがさらに広くなった。おでもこれで数アンコウのいいシャンテンです。一旦テンパイですよね今の。今テンパイですか。ああそうですね、サブローピン初のテンパイです、はいはい、ただこれスアンコ見てます、はい、これじゃあ出たらどうしますか。出たら上がると思います。出たら上がりますか。さすがにこれローピン危なくないですか。これ出るかもしれないです。大丈夫ですか。いやこれ出る可能性ありますね。ありますね。ソーズの形がいいですからローピン出たら、うん、リャンピンどうですか。でもいや、うん、リャンピン行きましたか、はい、リャンピンですね、はい、でもまだ出る可能性あります。出る可能性あります。これいいピンリャンピンか。はい、はい、いや数アンコ上がったらね、だってチップが10枚ですから。あ、これちょっとローピンが出なくなりましたね。一旦止まりましたね。はい、リャンソーリャンソー、あーリーチだ。6球ピン、あこれで追っかけるんじゃないですかね。これで数アンコならなかったらそのまま追っかけますか。追っかけそうですけどね。どうします。これしかも手があると当たるんですよローピン。あでもまだダマですね。ダマですね。そもそもこの9ピンがアウトなんですが、急走1回打ちます。あでも嫌なんでね。あでもいいピン、丁寧に回っていきます。さあどうだ。ん、これは何ですか。これはあのローピン切るといい数ピンなんですけども。あリーチいきました、はいはい、リーチしましたね。さすがにもう待ってられんと。そういうことですね、はい、さあここでリーチに踏み切りましたが、おお怖いですねこれ。サブローピン初は3ピンがない。あ初がホウコさんに来ました。来ましたね。折り切れますかね。まだ大丈夫じゃないですかね。初は1枚切れです。手詰まるとちょっと危なそうな。はいはい、大丈夫ですかこれ。手詰まってません。いや手詰まって言いそうは今通った牌ですね、はいはいはい、でももう次切る牌が結構なかったかもしれない。リャンソーが、あリャンソー取りましたね。はい取りましたね。まあ、あの2軒リーチなんで、はい、あの2人があの上がり牌以外は切るので、まあ、結構安全牌増えていきますよ ね。そうですね。あの1巡ごとに増えていきます。ただ苦しいは苦しいですよこれ。
はい、老朽ピン対ああ旧ピンを使いました、はい、メンピンドラヨンハネマンですね。1万2000点の上がり、やっぱホウコさんとオカムさんのマッチレースになるんですかね。まあ、あのワイヤマさんの逆転にも期待したいんですけど。そうですね。続いてトンの2局でドラがパーソー、親番が変わってオカム選手、役牌のチュンが、あ、なんか俺すごい、ワイヤマさんすごいですよ。なんかさっきからすごいすごいすごいですよ。なんかでも手はめちゃくちゃすごい。なんかでもただでは倒れないぞっていう感じが、ね、はい、あの技術的にはね、あのワイヤマさん相当高いので、はい、今のももう急走切ってタンヤオの方に行きましたね。リャンズを切らずに、ね、はい。これドラのパーソーを重ねれたら最高です。あ、ドラ短期、これどうですか。打点欲しいんでリーチとかあるんですかね。ああ行きました ね、 ね、もうこれう、ね、今日だけですね、これは。そう、まあ、普段やらないと思います、さすがにやらないと思います。今日だけですね、はい。パーソーホーコさんが持っていない、オカムさんが1枚、山に2枚います。はい、山に2枚プラス白ポチ、白ポチいるのか、はい、います。え、これめちゃくちゃ高いですよね、積もったら。高いです。リーズモタンヤを 1,2,3,4,5,6,7、リーズモタイヤの7から、リーズモタイヤ7か、あ、花を抜いてるので8,9です。はい、リーズモタイヤを9、9、裏1で、裏1で数えです。はい、現実的じゃないですか。現実的ですね、はい、数え役満。さあ、数え役満も、数え役満まで見えるリーチ、山に2枚、そうですね、ここは上がりたい。はい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 、普段だったらあのあれですね、キューピン持ってきて変速4面ちゃんぐらいでリーチですね。そうですね、普段だったら別に倍満でね、別にあのいいですからね、全然問題ないんで、はい、ただそんなこと言ってられないんだと。あ、キューピン持ってきたら5面ちゃんか、スッチーピンサブローキューピンですね、はい、白ポッチがいるからな。そうです、もう白ポッチ逃したくないですもんね。シーツ持って裏乗ったら役満の2枚っていうのもありますからね。ありますね。まあ、マックス裏ドラスピンで、まあ、5枚という展開も。おお、詰まった、詰まった。さあどうだ、裏乗るか。裏1で数え役満です。リーズモタイヤを 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 裏が乗れば、ん、裏なんだ、んの、ん、裏なんだ、の、裏乗らず、これ3倍満ですね、はい、の1枚です。なんか白が乗ったみたいな感じのあれでしたけど、白に取ると上がってないですからね。そうですね、はい。3倍満1枚、まあ、意地を見せましたね。意地を見せました。まずは一撃、まあ、そして親番、これ展望大丈夫ですか。あ、成長ですね。判定なかったですね、はい、はいはい。さあ、トンの3局になってドラが小そう。さあ、この親番落とすわけにはいかない。そうですね、貴重な親番なんで2回しかない。親番は普段通りですか。そんなに大振りしない方がいいですよね。基本連チャンだと思いますね、はいはい。親を落としてしまうと、おっと、おっと、カムが花を3つ抜く。これはワイヤマさん的には事件ですね。そうですね、花4の可能性があるんで、はい。まあ、ただもうあの状況が状況なんで、あの花4になったとしても降りないかもしれないです。まあそうですね、もう知ったこっちゃないっていう。そうですね、もうあの自分が優勝するためには行かざるを得ないんで。さあ、オカムさん一個一個前進しています。ちょっとあれですね、みんな打牌も早くなってきましたね。そうですね、もう勝負がいよいよ佳境に、はい、入ってきたんで。急走か、1,2,3,4トイツですが、チートイツにせずに多分メンツ手にすると思いますね、はい。あ、9万からいきましたね。そうですね、9万はあの町としては優秀なんですけど、切られやすいのでそこも考えてってことでしょうね。もう一回9万いきますか。もう一回9万ですかね。安全牌残さなくていいですかね。9万ですね、はい、うん。岡村選手はメンツテとチートイツ両天秤か、はい。さあ、ワイヤマさんが少しずつ前進してきています。間に合うことができるのか。幸い残り2人もまだリャンシャン点、うん。あ、これ難しいですね。これでもね、白1回切ってるんですよね。あ、でも残しました、残した。まあ白は
泣けばいいやつ。そう、まあ泣けばいいし、はい、あの結局決まり手にしたいんですよね。決定打にしたいから。おすごいすごい。すごい、一回切った白をあんこにしました。いやこれはすごい。まあこれもそうですね。和山さんならではのオリジナルですね。手順は、はい、すごいですね今の、うん。さあこれで一気に速度は一番速いか。あ選択。選択ですよこれ。馬強中出ますよ。いやこれは考え時。まあ普通に打てば嘘です。あパーソー。パーソー出ましたオリジナル。はい。急走が弱いと。なるほど。はい。あとはもう急走打点がしょうもないっていうのもあるんですかね。お決めましたね。決めました。はい。ウーピンローピンの縦引きもあるんですけども。なるほど。一枚切れとドラ表示なんで、はいはい、まあ二枚切れで待つ気はないと。うん。処理しましたね。そうですね、あのまあローピンを切ったところの思想からもうウーピンローピンの縦重なりよりももうスッチーピンで勝負するんだっていう意思が出てますね。はい。何が一番嬉しいですか。まあ、あの本人的にはスッチーピンが残る方が嬉しいと思ってるんですが、本人 の, あの打ってるあの方向性と局面が一致するんで。じゃ あ, まあ岡本さんが引きましたけど赤ウソを引くのが一番嬉しそうですね本人的には、うん。さあパーピンも切ります。先ほどあの春さんがおっしゃってたんですけど、はい、あの和山さんの先切りはあの上がるために先切りするんだっていうことをおっしゃってたんですよね。なるほど、危ないから先に逃がしてるわけではなくて、うん、あ想定通りですね、素晴らしい、はい、確かに今回もこれローピンパーピンっていい味出してますね。そうなんですよ、そうなんですよ、上がるための先切りなんだっていう、普通の人とちょっと違う。ちょっと行きたいって思ったらチーピン手にかかりそうですもんね、うんうん。これでもホウコさんもテンパりましたよ。ウーピンか三蔵を切ればテンパイですが、どっちも通っていない、どっちも裏筋ですね。そうですね、ドム筋、ドム筋、ちょっとしかも三蔵は入り目、ホウコさんは切らないと思います。切らないですね、はい、ヒューピン。さあ一人ダウンしたのでこれでもどうでしょう。オカムさんもパーソーはいけますが、はい、パーソーは現物、はい、スッチピン何枚ですかね。スチピンはホウコさんに2枚、バに1枚、1枚でここに3枚、2枚ですね残り、はい、2枚ですが2人ベタ折りしてくれればちょっと来られるときつい。ちょっと粘ってますね、粘ってますね。オカムさんちょっとテンパイするとスーピン危ない。あ復活しましたよ、復活しました、復活した。三蔵短期でテンパイ、三蔵はオカムさんに2枚、バニーはなくてワイヤマさんも1枚なんで順からです、順からです、はい。さあスッチーピン積もれるか。ただこれはあれですね、三層勝負してたらウーピンで積もってるんですよね。うーん、まあ難しいんですけどね、ちょっといけないですね。でもで多分ここでやめるんですかね、イーソーも取ってないですもんね。ここで降りるんでしょうけど何切っておりますか。まあ地層はとりあえず通るのと、あ地層ですね、地層取ってますね、はい。ただこれ考えてるんでどうしますか。押そうと思ってるんですか。地層は嫌ってこと。でも地層しか現物ないですよね。ないですね。ただ自分の目から地層が4枚見えてるんで、あじゃあ急層急層もあります。急層急層っていきましたね。はい、急層短期地獄というか短期待ちしかないですもんね急層も、うん。さあスチーピン引けるか。お一個回収、残り1枚。これあれ3ピンですね。これ数ピン止まり、ああ数ピンだ。なるほど、これローピンパーピン先切り聞いたかもしれないですけどね。ちょっとああでもイスピンありますけどね。ああまあイスピンあるか、うん、まあどみちりアウピンで上がりに行ったってことですね。はい、はい、これただ和山さん上がって復活ですよ。うんちょっとね、はい、さあ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 、おいいんじゃないですか。また手がいいですよ、いいっすよいいっすよ、いいっすよこれ。おおお三面ちゃん、ソーズで三面ちゃんとジャントーもある、ピンズで一面ずつある赤ウピン、お上がれそうな手だ。上がれそうな手ですね。上がれそうだし打点も十分これそうですね、他の2人がそこまで速くないので、うん、いいですね和山さん、いいですね、うん、なかなかそう簡単には終わらないよと。そうですね、うん、あ両面三面ちゃんとシャンポンのもう本当に完全イシャンテンですね、はい、はい、さ
サブローピン引きたいですね。三面ちゃん残したいって。はい、これも打点高いですよ。ドラが 1,2,3,4,5,6 枚あります。倍満から、はい、裏ドラ次第ではね3倍満まで見えてくる手配です。なかなかテンパらない。サブローソーかウーソーを引きたいですね。そうですね。これはチートイツのイーシャンテンですが、メンツテのイーシャンテンにもできます。そうですね、メンツテスなりはそうです。メンツテにしましたね。はい、ランソーでメンツテ、はい、さあ赤ウソ切ってリーチサブローピン。サブローピンは、ドラ表に1枚、ホーコさんに2枚、5枚とこっちですね。5枚いますね。これ5枚もいるんですか。ほう、5枚いますか。ドラ表支配のね真ん中付近なんで。そうですね、あんまりいなさそうですけど、実は5枚。5枚ローピンに至っては4つ全部山にいます。すごいですね。さあ岡も押し返せそうだぞ。これはスーピンガンコになった。積もった。メンピン積も5兆から倍満ですね。倍満、はい、1万2000は1万3000オール。これだんだん分からなくなってきますよ。さあこのままの勢いで上がり続けることができるか。9万9000点展望、まもなく10万点付近。日本馬積んでトンの3局、ドラはパーピンです。さあ今回どうでしょうか。ちょっと難しい手配か。他の人の手にもよるんですけどね。はい、筆が試されそうなハイパイです ね、 ですね。これはチートイツになるか、まあ、メンツになるかっていう感じですけど。ホーコさんがいい。いいですね、かなりいい。うん、あ、岡村さんがちょっと苦しいですかね。岡村さん苦しいが役役トイツになりました。はい、役杯泣けると一気にスピードアップするか。はい、ワイ山選手がねちょっと重たいですね。あ、これポンですね。はい、はい、ここはもう二人で流しに行くと。はい、まあ、一方的にやられてしまうのを、まあ、黙って見てるわけにいかないってことですね。バイヤマさんからするとこの矢でもう一撃いきたいですよね。いきたいです、うん、あ、これ難しいですね。E ピンとかどうですか。 E ピン切るとサブローピンの二度受けなんですけど、ソーズの伸びが残るってやつですね。そうですね、はい、E ピン切りましたね、はい、ローソーとかもあるんですかね。ローソーもあるし、あのスッチソーが強いと思えばウーピン切ってペンサンピンスッチソーっていう形もなくはないですか。はい、はい、まあ、ちょうど間取っていいピンっていう感じしたんじゃないですかね。うん、和山さん左手ちょっと熱くなってますね。熱くなってます。さあチュンポン、ドラ表示配待ちのペンチーピン、珍しいですね和山さんが、ね、そうなんですよ、うん、かなり勝負に入ってるんですよねこれね、うん、もう多分取られてるのをあの忘れてますね。もうワンチャンあります、ワンチャンあります。チートイツ、チートイツに決めましたね。これでもサブローピン間に合ってますからね。うん、これは3ピン換算ピンの天敗ですが、今打たれたところでなおかつワイヤマさんがアンコから打ってるから実質順からなんですね。ヤンピン切って外し、あ、いいですね、素晴らしい、 いいですね。シャンポンに変わりました。9ピンとシャー、9ピンはない、シャーがあと1枚。ペンチーピンのままだったらホーコさんから出たかもしれないですけどもね。そうですね、ちょっとと変えますよね普通は。まあ、シャアを取りに行ったんですね。はい、ワイヤマさんシャアを持ってくるとちょっときついか。シャア第一弾切ってますからね。もう振り点になるんでこれはさすがに出ます。はい、はい、さあチートに何を残すか。リャンピン、トン、チーソー、イーソーからの選択。はい、リャンピンいきました。これワイヤマさんすごいですね。すごいというかご自身で切ってる振り点のイーソー残してるんですよね。もうチートイとしては優秀ってことなんです ですかね。まあまあチンにしなければ別にいいですもんね。まあ、まあイーシャンテンまではフリテンハイ持ってます、はい、でサブローキューピンの天敗で、はい、こうなったら行くでしょう。これはリーチですね、はい、サブローキューピン嘘を切ってリーチ対キューピンとシャアのシャンポンと、さあチーソーもバシッといった、取ってないが、さあどうですかこれ。チーソーは今取ったので合わせます。あっと白パッチを一発も、リーチ一発ずつもピンフイーペーコードラさん、裏さんに取れますねこれ。あ、本当だ、うん、リーチ一発もピンフイーペーコー1234ってことはチップ5枚オールですか。1
髪白ポチ浦さん。うわ来ましたね、役満と一緒です。これは強烈、5枚オール15枚差が開きますからね、5枚オール積もると。これ3倍マンになったんですか。お、3倍マンですか。メンピン一発つもイペコ 1,2,3,4,5,6、 あ、そうですね、はい、ちょうど11本3倍マンです、はい、さあ何入しました。何の一曲は今トリプルを積もったホーコ選手、ドラは急走。これトータルトップのホーコさんに5枚オール上がらせたのはちょっと相当痛いですね。痛いですよね、はい、ホーコさんからすると相当有利、最終戦かなり楽になりそうな上がりとなりました、うん、なんかこういう言い方するのはあれなんですけど、先ほどもちょっとハルさんと言ったんですけど、あのホーコさんなんかその苦しい局面というか重要な局面であの裏ドラ乗せたり白ポチ積もったり、はい、まあ、そういう局面が多いですね。まあ優勝する人ってそういう、ね、まあそうですね、時が多いですよね、うん、さあ今、岡本選手さばきに行って換算品転配が早速入っております。ただ3品があんこなんですよね。そしてワイヤマさんからペン3層のリーチが入りました。3品がホーコさんにあんこなんで3層待ちの方が強いか。強いですね、はい、圧倒的に強いですね、うん、あ、やめました、はい、崩しましたね。ということは2品もポンしないですね。これしなさそうですね。しなかったですね、はい、しないですね、はい。さあ一方ホーコ選手はまっすぐ行きましたね。取ってない位相バシッと。ホーコさんのポジションからしたら3倍も上がってるし親なんで、ここで上がるとかなり決定打になるんですよね。そうですよね、うん、振ってもいいから押したい局面です。そうなんですよね。さあ来た、おかげリーチか。これはドラが急走なんで、数走切るか地走切るか。お、数走切ってリーチ。そうですね、はい、ペン地走で打つのが嫌だってことですね。イーソーは通っているので数走切ってリーチできました、はい、さあペン三蔵対スッチ、あっと三蔵掴んだ、裏一枚乗りました。リーチドラドラ裏マンガン一枚、さっき5枚ね取られてるんでね。そうですね、まあ、まずは1枚といったところ、うん、ただ展開早いです。もう何2曲ですね。はい、何の2曲。はい、ただね、ワイヤマさん最後親あるんで。あ、そうですそうです。はい、はい、めげずにね、何3曲持ってくるのが大事。はい、ちなみにあの先ほどあのワイヤマさんにちょっとお話を伺ったんですけども、あの最終戦あの一つ前なんで、もう条件が条件なので、あの最後親でトップになってもレンチャンしますっておっしゃってましたね。なるほど、はい、そうですよね。もう、うん、まくられちゃったらどうしようとか言ってる場合じゃないですから、ね、そうですね、親がある限りは、まあ、うん、打ち続けると、誰かが飛ぶまで。そうですね、まあ、上がり続けると。オーラス親だったんでちょっと良かったですっていうことをおっしゃってました。あ、そうですね、はい、全員ねオーラスの親というか、あのトンチャナンチャシャーチャ2回ずつなので、うん、和山さんは最終ハンチャンだからラス親できないんですよね。そうです、あの最終ハンチャンのラス親はもうホーコさんと決まってるので、はい、なのでホーコさんはだいぶ有利ですね、はい、最後。そうですね、あの現状のまま終わると有利だと思います。はい、はい、さあオカムチートイツイシャンテン、和山さんはちょっと今回は一休みですか。まああの国士ちょっと見つつぐらいですか。はい、はい、思うようにピンズが集まってきません。ピンズなり国士なり、あ、今でも言いそう迷いましたね。はい、どっちに。ちょっと今さら1個増えても全然遠いですもんね、うんうん、国士は。ただあれ何見ます、なんか上がりはしたいじゃないですか、できれば。そうですね、なんか何かは見たいですけど、これは何になるんですか。少数詞だ、少数詞か少数詞だけだったらスッチーピンの両面だけ残してればいいですもんね。あ、そうですね、そうですね、 もしかしたら本当にそれで狙ってるかもしれないですね。はい、全部ポンしそうですね、うん、え、でも結構いません、これ。いますね。シャーは、シャーポン、これはポン、あ、じゃあシャーだけ1枚、あ、いやいや、これはこれマンホンとかあります。マンホンとかツイソとか、ね、そっち方面ですね。ホーコさんが両面両面のイーシャンテンなんで、なんかさばけそうですけど、まあ、ツモが噛み合わないっていう感じですかね。さあ初は泣けない、はい、初持ってきた、どうします。もう9万、あ、マンホンありますけども一旦9万としました。そうですね、照射輪の方に来ました。はい、はい、これでももう一回自敗重なったらもうウーピンローピンいきますか。いきそうですけどね、なんか追走チートイツのイーシャンテンになりますもんね。そうすると見たことないですけどね。はい、うん、さあ
ウーソーを切ると6球層受けができるが、球層自身で切っているので振り点、まあ、それでもウーソー安全度を考えてですか、はいはい、さあどうだ。パーピンはいらないか。ドラです。お、初。これはもう照射輪の効率だけで打ってるんですかね。そうですね、はいはい、初が握れなんで、そうですね、あの、まあ、積もってきた範囲で、まあ、方向転換したって感じですか、ね、はい、はい、なかなか他の2人がテンパらないんでね、長引くとチャンスありますよ。そうですね、うん、もうこれでも仕掛けはしないですね。ね、もう仕掛けたらあのチップももらえませんし、チートイズですね。そうですね、はい、そうですね。岡村さんの手があのサブロッソパーソーリャンピンでかなり広いんですけど、おおおお、さあここで選択です、はい、ここで何を切るか、どうします。ローピン切っときますか、はい、ローピン切りましたね。テンパったら白町の地獄、あ、持ってますね。白持ってるけど、でもこれ地獄とはいえ切るかな。なんかもう捨て牌がきな臭いですよ。あ、確かに確かに。闇天にしたら出ますけどね。闇天でこの状況で闇天できますかね。いや、それもあるんですよ。しかも白ポッチいそうじゃないですか。白ポッチ、ワイヤマさん自分で白ポッチ持ってるんで。あ、そっか、じゃあ多分まあどっちかでしょうね。山に生きてる方にするか。どっちで待つか。ワイヤマさんならもう決めてそうですけどもね。転廃した時どっちでリーチ打つか。あ、シャアも切れましたか。シャアが3枚切れだからこれ自動的に白残しです。あー、ローピン、あー痛いですけども仕方ない。はい、これもうホウコさん闇点でも嫌がってますね。もう切る確かに、はい、いいピン切るのすら怖いんじゃないですか。あ、ワイヤマさんがもうピンズ余ってるから。確かになんかやばそうですよね。あー、もうやめました、やめた、はい、もうダマでも出ない。だってもう白が出ないぐらいですもん、うん、あ、でもこれ3層出たら、はあ、でもリーチされてないわ。リーチだ、サブローソンリーチ。はい、一旦まあシャアですね。これ3枚切れの完全、はい、これで白が出るんですよね多分。はい、白が間に合います。はい、まあ、あのオカム選手からしたらとりあえずあの素点を書かないと。あ、3度掴んだ、はい、ダメなんでリーチきましたが、これアンパイありますか。ホコさんローピンは今通った範囲です。積もった、いいペーコー12345倍満、倍満ですね、はい、12000オール。岡村選手も負けじと積もって。点数状況どんな感じ。点数状況が今ですね、ホウコさん36000、岡村さんがちょっと手で見えませんちょっと見えて、皆さんも集中して、はい、そうですね。これでも第3弦が白、チュンチュン初白でしたね、はいはい、あ、36000、同点ですね。あ、同点ですか、すごいですね。これ熱い戦いです。熱いですね。ワイヤマさんが78000、はい、ラス前一本場、ドラガシャ。現状ですとホウコさんの方がチーチャーマークに近いので、このままもし終わった場合はホウコさんの方が2着になりますが、まあ、まず全然わかんないですね。さあ初ポン、はい、お子さんはチートイツのいいシャン、チートイツいいシャンテン。まあでもチートイツはね、リーチしなくても上がれるんで。そうですね、役割テンパイ組みたいときには。あ、テンパりました。おお、すぐ張った。キューピン短期にしそうです。うん、はい、キューピン短期ダマとしました。親の現物ですね。浅ければすぐにでも拾えそう。ただワイヤマさんには入る筋になりました。はい、筋になったからといってリーチはしないですね。そうですね、はい。さあ、ワイヤマさんもなんかすごい、おお、なんかすごいですよこれ。あれですね、これチーソーパーソー、あ、え、硬いですね。硬いですね。あれですね、まあ今岡村さん泣かなかったら、はい、岡村さん9ピン積もってましたね。なるほど、岡村さんサブローピンテンパイ、はい、でももう一色も見ずに2ピン切ったんですね今の。これ急走に変えます？あ、急走変えますか。9ピンはただ6急走通ってないんで9ピン現物なんで変えるもある。あ、変えないですね。変えない。お、上がりを拾うために強気に行くと。ただ結果的にね、これ出てましたね。出てましたね。これがどうなるかですね。はい、ただサブローピンもありますし、
まあどうなるかという感じですか。お、チッパキュー。チッパキューにするか。でもチャンタがあるんですが。ペッタン。チッパキュー。チッパキューにしました。これあれですね。ホウコさんも完全にアウトですね。切ったら、まあ、どうやってもこれは当たり牌打つしかないんでやめるしかないです。降りますか。降りるしかないんですね。9ピン打ったら一発ですもんね。そうですね。もう完全に三ぞ押してる。押してる。ってことは数ピン押してる。2人とも押してるわ。これでも数ピン押したらチーピン止まんない。そうそうだけどその前に9ピン。ああ数層。あでも数層は振り点ですね。自分で切っている牌なんで。うん、そろそろやめごろっちゃやめごろですよ。たださっきの3層もまあ自分で切ってる範囲で言ってはやめました。やめましたね、はい、2つはいかないと。はい、サブローピンはところで何枚いるんですか。これかなりいません。サブローピンはホウコさんが2枚、バニ1枚3、はい、4、あと4枚とか4枚いますね。あ3枚になりました。あなるほど。うん、嘘取ってないですけどね。まあもうそうですね、自分が優勝するためにどう打つかっていうことですね。あこれ完全に手詰まりですね。旬はかなり苦し紛れ、うん、まあ倍地なんで、まあ、短期以外はっていうことなんでしょうけど。さあもう一回旬を切って、はい、ただこれでいよいよ安牌ないです。さあサブローピン出てこないですね。どこに行ったんでしょう。あ、まあ当たるの分かってましたっていうリアクションですね。はい、1万2000は1万3000と。ワイヤマさんも無理にちゃんととか本あの染めとかせずにもう上がって親番で稼ぐんだっていう、いやその方針もあったと思います、ね、うん、スピード重視でいきましたけども、はい、サブローピンが先にいました。うん、さあ2本場となってドラが小そう。引き続き親番はオカム選手です。ワイヤマさんはねもう親番で稼げばいいわけなんで。そうですね、なんであのオカムさんの親をできるだけ早めに流したいですよね。まあよっぽどねなんかスワンコだとか国士だとかいう手だったら別ですけど、うん、役満主義絡まない手だったら無理に大振りはしなさそうですね。そうですね、あのとりあえず流して親番持ってきてレンちゃんと、はいはい、で手が入り続けるのをもう祈ると、うん、そうですね。結局あのオカムさんもホコさんだけじゃなくてオカムさんもワイヤマさんからしたらあのポイント的にはライバルなのでレンチャンされていいことは全く何もないっていう状況ですね。お子さんもドラのペンちゃんを嫌ってという感じでもう完全にスピード重視にしてますね。カムさんはタイヤオと。はい、うん、1万か。もうこれちょっと安牌残そうとしてますね。安牌残すならどうします。嘘、はい、かなり先切りですね、はい、そうですね、もうあのどこからリッチの抜きでもいいようにみたいな感じじゃないですか。ワイヤマ選手イーシャンテン初のポンテンが取れる形です。これでイーピン切って6球ピンサブローションのイーシャンテンで、はい、おそらくテンパっても闇テンと。はい、オカム選手イーカンチーピンが入ったイーシャンテン。はい、ワイヤマ選手はカンパーピンを固定しました。愚形を一つ決めないといけない形。さあこれはどうします。ウーピンはさすがに残しますか。いや、ま、迷ってますね。ああさすが残しました。一応残しましたね。はいはいはい、まああの本人としたらもう優勝を意識してると思うんで結構プレッシャーかかってます。オカム選手パーピン残したらチートイツのイーシャンテンにもできましたが先処理して安全牌候補残しました、うん、はい、こちらの手ですね。そうですね、まあペン3ピン受けもあったっていうことですかね。はい、これもウーピン切りたがってますよ。いや切りたいですよねこれ。今リーチって言われたらウーピン切れんのかっていうね。いやそうですね、やっぱあの一巡切れるって大きいんで、うん、さあこれでどうですか。変えませんか。まだもうなんか
切るに切れない状況になってる可能性が、なんかもうここまで来るとダマ点でもう張ってるパターンもあるじゃないですか。そうですそうですそうです。あでもこれはワイヤマさんリーチきます。リーチですね、うん、これでもリーチ来てくれた方がやりやすいかもしれないですね、はい、そうですね、うん、ここで転敗してもなんか切らない気がします、うん、はい降りますね。あとはまあオカムさんは行くんでどうかなと、そこの勝負ですね。はい、ワイヤマさんが積もれるかオカムさんが行くのかどうか。あオカムさんのロー9層でも9層4枚切れてるんですね。めちゃくちゃ薄いんですね。なるほど。じゃこの手もあのポンしてタンヤオにするかっていう感じですね。あポンしますね、しました、うんうん、はい。これでポンテンのシャンポンで、まあ、全ツと。さあどうなりますかね。うん、ツーピンは関係ないですね。リャンゾいそうか。ホコさんは仕掛けとリーチを受けてもう完全撤退っていう感じですね。はい。どっちが勝ちますかね。どうですかねこれは。うーん、ロウソウ怖い。怖いですね。自信が三蔵あんこ。これはサブローピンどっちを打つか。ただどちらも通ってないと。3ピンしました。3ピン来ましたね。オカムーさんはオカムーさんで親番を落としたくないんですね。そうなんですよ。なんならここで突き抜けてしまいたいと。はい。お、積もりました。積もりました。サリーズの赤赤裏。あ、裏ですね。はい。これ大きいですよ。一枚が大きいです。一枚が。はい。さあ、マンガンの一枚を積もってこれからオーラスに入ります。なんの三曲。最終曲ドラが花です。花がドラの時は、1枚でドラ2の扱いになりますね。はい、はい、3つ抜くとドラ6です。そうですね。ワイヤマさんの手か。ワイヤマさんちょっと苦しいかな。ここで止まらぬ連チャンをするしかない。そうですね。もうあの折りは関係ない方向さんにドラ4花が行きましたね。そうですね、はい。まあ、方向さんは方向さんであのここで着順上げたりトップ取ったりすると相当楽になるんで。さあホコさんもいいシャンテンだ。そうですね。ホコさんはもう白ポンテン取りますねこれ。さあこれ追いつか追いつけれるのかオカム。うん、これが 1,2,3,4,5,6 枚あるんでホコさんは白泣いたら跳ねマンですか。うん、ネマンで、まあ、白はまだ生きてると、はい、さあワイヤマ数層があんこになって何を切る。これ難しいですよ。チーソーとかどうですか。いやーどうだろう。9層かただ統一性ちょっとまだ見てますね、はい、3あんことかね、はい、出ます。やっぱみんな3あんこあれだよな。数ピンあんこになった。うん、これつもぎると思います。いいですかね。あ、おなるほど。単野なるほど、単野を食いたんですか。さらに高くするってことですね。はいはい、なるほど。これでまた普通のメンツ店にもまた戻れると。はい、イーシャンテンが1人でホウコさんで他2人は点数も欲しいんですよね。そうですよね。オカムさんとかはトップ取りたいんですよね。トップ取りたいし、トップ取るっても続行ですからね。あ、これさすがにリーチか。これやめてしないと思いますね。これ白ウーソーリーチ、うん、リーチしましたね。これ覚悟のリーチですね。はい、覚悟のリーチ。もうここで決めるぞと。シャンポン待ちウーソー吐く。はい、花灰も2枚抜いていてドラ4。これ他の2人も打ちたくないし高いのも張ってるし、ホウコさんがあのトータル首位なんで切る灰相当悩みますねこれ。
1ピン早いから9ピンですか。はい、結構原始的な読みですよね、この早いからって言っても。でも他にないですもん。ないんです。この曲ワイヤマさんの折りだけはないんで、まあ、あのホコさんはそこも、まあ、折り込み済みというか、まあ、前出てくれば切るでしょっていうのもあるかもしれないですね。まあ、あとは前出てくる前に上がれ、先に上がりたいと。そうですね。さあ、オカムさんいいシャンテンになってました。数層ですか。ワイヤマさんもいいシャンテン。完全にまっすぐ行かなら数層です。そうですね、数層じゃないとなんか変ですね、うん、リーチかかってなかったら数層切るはずなんで、うん、リーチがかかっているから。でもローピンも危なそう。いやー、これ全部当たる可能性あるんで、はい、もう自己都合でいくしかないですよね。自己都合だと何ですか。いや、数層だと思います。なるほど、はい、数層、自分で5枚使いですけど、もうそれでも関係ないと。まあトップじゃないと意味ないんで、上がりを見た時にそういうことだと思います。ああ、なるほど。これもまたチーピンが早いからパワーピン切ったんですかね。はい、積もりました。あ、積もりました。リーズも白 1,2,3,4,5,6,7 7までいった。バイマンです。バイマン、裏ドラを鳴らずにバイマン、はい、エホコ選手が10本上がって対局終了、ね、はい、2着で、はい、というわけでこのハンチャンのトップはワイヤマ選手が1位、2位にホーコ選手、3位にオカム選手という順番になりました。はい、はい、トップ取ったんですけど微増でしたね。微増ですし、ホーコさんが2着で終わったんで、これはやはりホーコさん有利っていうのが、うん、トップせっかく取ったのにほとんど増えてないやんけっていう、そうですよ話です。はい、さあ、残すところ残り一半チャンとなりました。残王決定戦、また来週お送りしていきたいと思います。実況高田正弘でした。解説関東 A1 リーグから加藤さんに来ていただきました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。